皆さんこんにちは、大堀123でございます。さてさて、今回もねアコギのすすめということで始めてまいろうということなんだけれどもね、今回はね619回目になると思うんだけどね、やはり私の音楽の原点と言ってもいいビートルズの話をちょっとしようと思うわけ。僕の場合はビートルズの初期が好きで、デビューの頃から62年からだいたい65年のラバーソウルぐらいまでかな。動画をご覧になってる方はみんな知ってると思うんだけど、Hard Day's Night、 57年前になるんだね。1964年に発表になったアルバムでもあるし、シングルでも出たかな。ビートルズにとって初めての映画にもなったやつだよね。あの時のビートルズの取り巻く状況っていうものをストレートに描いたと言ってもいいんじゃないかな。一番僕が好きなアルバムが Hard Day's Night なんでね、どこを取り上げるのか、曲全体の印象もあるだろうけど、もう一発目の印象としては焼き付くんじゃないかっていうイントロのね、一発目のコードについてのお話なんだよね。まあいろんな説があると思うし、もうマニアの方々の中では多分いろんな話が合ってると思うから、結論というものをちょっと自分なりに出してみた。身近なことのようで非常に難しいテーマなんだけど、それに迫っていこうと思う。それに加えてやっぱり僕自身アコギで弾き語る人間でもあるし、アコギ一本で弾き語るってなった時のアレンジということでもないかもわかんないけど、こういうコードフォームでやった方がいいんじゃないかっていう話もちょっとちらっとね後でやろうかと思うんでね、左手にクローズアップした状態で見てもらおうかなというふうに思うね。あのオリジナル音源を聞いてもわかると思うけど、あの一発目のコードっていうのはいろんなギターの音を重ねてるわけね。少なくとも2本は重なってるはず。ジョン・レノンが弾くアコースティギターね、 G160E だと思うんだけど、その音とかジョージ・ハリスンが弾くリッケンバッカーの360の12弦エレクトリックギターの音ね、ポール・マッカートニーが弾いてるヘフナーのベースのこのおそらく5弦の5フレットかな、この D の音っていうのは重なってできた音なんだよね。僕がたどり着いた結論で言うとこれなんだよね。少なくともF アドナインスなんだけどね、 F のグリップコードがあるけど省略形にした上で F メジャー7の状態にした上で、この小指を1弦の3フレットに持ってきて、5弦はミュートなんだよね。6弦の1フレットっていうのも弾いてもいいんだけど、4弦から弾き下ろす方がまあ自然みたいな、なこの音、この音じゃないかなというふうに僕は思う。この楽曲を僕が最初に知ってコピーしようと思ったのがもう十何年も前の話だけど、その時の多分教則で見たやつだったかな、これね、G のサスコのコードだった、確かにソードも取れるのこのコードだと思い込んでたんだけど、後々ね、やっぱりいろいろこうビートルズの音源を改めてもう一回ちゃんと聞いてみたりとか、まあ映像とかもね、今のこの時代いろいろ見れるような時代になったから、いろいろ見てみるとこの押さえ方じゃない可能性もあって、どうなるかなと思った時に G のサス4って考えればローコードでもこういう感じで出せるし、 C のオーコードでいるかな、このオーコードっていう可能性も言えたし、どうも何か違うんだよね。答えがないんじゃないかって思ったぐらいだったし、ビートルズのバンドだからそれはギター2本重なってるし、さらにベースも重なってるしっていうことで、それはまあ、あのいろんな音に聞こえてもしょうがないなと思う部分もあるんだけれども、いろんなコードの可能性が考えられるというぐらい摩訶不思議というかね、見たり聞いたりしてる結果、まあさっきも言ったけどこのコードに F アドナインス、まあ一応たどり着いたんだね。でこの F アドナインスは、まあ、それこそ Hard Day's Night の中でも It's been a hard day'sで出てくるし、フェードアウトして終わるやつっていうあのフレーズは多分このコードだと思うし、歌の中でも頻繁に出てくるんだっていうことで一発目に採用されてもおかしくないなっていうふうには思うよね。一応コード名は F アドナインスなんだけど、ある種これはねジョンの手癖によってこうできてるようなもんで、まあ、例えばあの I'm a Loser っていうそれこそ64年のフォーセールってアルバムに入ってるやつだけど、って出てくるわけ。アホドナインスっていうコードとして意識してやってたっていうよりも G のコード進行の中でこの1弦の3フレットの音を残したくて、本当は F と位置づけなんだろうけどこういうフォームになったのかなっていうふうにまあ考えたりするんだけどね。これにもいろんな説があると思うんだけどね、このハードディズナイトの一発目に持っていくっていうのは自然なことであるということにも考えられるよなっていうふうに思うんだけどね。冒頭にも言ったけど、アコギ一本でじゃあこのハズレイズナイト弾き語ろうって思う方もいると思う。まあ僕自身もそうだし、でそう思った時にこの F アドナインスの一発目でやってもいいかっていうと、なんかねこれだとちょっとぎこちない気がするんだよな。僕はちょっと音が細いかなっていうね。バンドでやるっていうんだったらベースギターのこの D の音も入ってるし、いろんな音の厚みがあるから F アドナインスというコードが一発目に入るっていうのでこう入るっていう部分があると思うんだけど、音がちょっとどうしても細くなっちゃうんだよね。
そうなるとなんか低音が欲しいなと、ポール・マッカートニーが弾いてるこの D の音っていうのも欲しいなっていうふうに思ったら、これこの FR9th の4弦の3フレット、これをそのまま6弦の3フレットに持ってきてっていうふうにする。で、5弦はミュートした方がいいかな。するとなんかオリジナル音源の全ての特徴なんかこう取れてる感じがしない？ G のコード進行っていうのがね中心になってるから、1弦3フレットのこの G の音をやっぱり低音にも持ってきたいっていうことで、6弦の3フレットに持ってきといて、 It's been a hard day's night とやる方がこういいんじゃないかな。コード名で言うと D7sus4 の G の音コードっていう感じだな。うん、まあ右手の場合は FR9th になると、まあ、さっきも言ったけどこの4弦から引き下ろす方がいいのかなって感じがいいんだろうけど、 D7sus4 の音 G、 それになるとやっぱりその6弦からちゃんと引き下ろしたいから、6弦から力強くこういう感じでやるといいんじゃないかな。ジョン・レノンがオリジナル音源ではアコースティギターで弾いてるから力強いその弾き方してんでね。 It's been a hard day's night。説が分かれるっていうのはまたこのビートルズの面白さだと思うんだよね。この楽曲もやはりこのギブソンのアコギだからいいよね。オリジナル音源もジョン・レノンが J160E というね、あのギターで弾いてるから、やっぱりギブソンのギャンギャンギャンっていう音がすごいするわけ。これは斉藤和義さんのシグネーチャーモデルだけど、 160E と同じボディスタイル、ラウンドショルダーでこのアジャスタブルサドルだから、まあ、それに近い音は出るんだよね。僕の動画をご覧になっている方々、やはりビートルズ好きな方も多いと思うからね、うん、やっぱいろんなこう思いがあると思うんだけども、皆さん楽しんでくれたかな。大堀123でした。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。とある配信サイトの一角で一人の若者がギターを抱え、
大堀123からのですねお願いでございます。私改めまして大堀123です。音楽アコギ弾き語りというものをテーマにですね、このようにアコースギターを持ってですねレクチャーだったり弾き語りだったりこういうテーマにまつわることをやってます。もし私の動画をご覧になってそして私の活動をご覧になってですねいいなと思ってくださった方がいらっしゃるのであればぜひともですねチャンネル登録のほどよろしくお願いしたいと思います。チャンネル登録をするところはですねこちらとこちらにあると思いますのでぜひよろしくお願いしますよ。